なんか怪しい、まさかまたゲームしてるの。久
几帳面で有名だけど部屋は散らかってる意外とだけどドアが1センチでも開いてたらもう眠れない眠れないだって今日のこと思い出して一人反省会気になりだしたら止まらないもう夜中の2時なのにああ今さら後悔しても仕方ないんだからもう忘れよう綺麗さっぱりできないだって私映画化だしやっぱりあれこれと心配時々ポジティブズボラなところもあるけどこう見えても映画化だし心は何よりも繊細優しくしてよを叩いて渡ろう慎重に行こう何事も買い物もファミレスのメニューもありすぎても決まらない決まらない今日のコーディネート片端から出してファッションショーまた散らかってくクローゼットもうあと5分しかないのにああ結局安心できる定番のデニムああたまには冒険してみたいできないだって私 A 型だしやっぱり安全が第一たまにダイナミック大胆な時もあるけどこう見えても A 型だし何事も計画が大事ちゃんと付き合ってめんどくさいなんて言わないで人に合わせた力を使うことも A 型の得意分野なのになぜか大好きなあなたにはいつもまま言っちゃうのでもあなたにしか言えないのだって私 A 型だしやっぱりあれこれと細かいたまにマイペースちょっと時間にルーツかもこう見えても A 型だしいつでも忘れない気配り仲良くしてよが M オンライブ11月のおすすめ番組は西野カナ去年の全国アリーナツアー最終日の模様をオンエア藤井フミヤ2007年大晦日に行われたカウントダウンライブ TWICE 日本初単独公演取り下ろしインタビューもキックザカンクルー2003年の横浜アリーナ公演M オン。今日から君が歩いてく新しい未来への道。たくさんの愛に包まれて、大きな夢を今この場所で叶える君を心から誇りに。最初に結婚するんだろうって笑う
今年デビューして10年目で来年10周年になるんですけど、この年はすごい、この10年を振り返ることもすごく多くて、その中でこう今までこう続けてきた音楽への思いとか、今まで支えてきてくれたみんなへの気持ちとか感謝の気持ちとか、なんかそういうことをすごく自分の中でこう改めて思うところがすごくあって、その中で生まれた曲なんですけど、実際曲自体はこうラブソングで、
バラードで、すごくシンプルなアレンジの曲で、もちろん恋愛の曲としても聴いてもらえるんですけど、聴く人によっては違う捉え方もできる。例えば家族を思い浮かべたり、友達を思い浮かべたり、そうやって大切な人をこう思い浮かべ、いろんな大切な人を思い浮かべてもらえる曲になったかなと思います。恋をしてると、恋をしていると、何度も何度も君を好きになるの。いつか二人が凍えそうな時は、結んだ糸を強く引いてみて。大好きだよ、大好きだよ、今の気持ちが消えてしまわないように、手をつなぐの。もし今君が記憶を失っても、大切な思いだけは消えないでいるよ。
M1 ライブ西野カナ。9月24日に行われた東京ドームでの公演を12月に M1 で独占オンエアします。ぜひご覧ください。お楽しみに。 M1 ライブ1体見トレースオブエミュージックザヒストリー。8月9日に開催された1体見ライブトレースオブエミュージックザヒストリーが M1 でテレビ初独占放送。アーティストデビューからの3年を振り返った、そんなライブになっています。 M1 ライブ1体見トレースオブエミュージックザヒストリー、お見逃しなく。